それはある日私が部屋の整理をしてた時のことです。はあ、なんかスクイーズとかがいっぱい出てきたわね。何かしらこれ。何年前に作ったやつよ。もうこの夏で絶対溶けてるわよね。でも我ながら綺麗に作れてんじゃないの。さすが私。実はいいサイレンボジャン、いつもハッピーラッキー飛び出そう。もう何で腐ってんのよ。もう無理なんだけど。だってみんな考えてちょうだいよ。冷蔵庫に入ってるプリンが腐ってドロドロに溶けてたら食べる？ちょっと食べちゃダメよ。絶対溶けてるわよね。溶けてないんかい。腐ってないわね。大丈夫？おい待て待て、おい待て待て、レモン、ちょっと入ってきちゃダメよ。 A 車線、 B 車線、 C 車線、なんちゃら上なんちゃら、 A、B 車線、車線なんちゃら車線ねあれわかんないんだよ私。わかんないけどさ、なんかあれっぽくない？溶けてるスライム、溶けてるドロドロ、溶けてるドロドロね。じゃあ今日はもう仕方ないわ。え待って、なんか黒くない？放射水をね、こうたこ焼き作るみたいにチャッチャッチャって入れてってスライムに戻します。これはもうセーフ。カチカチになってる。うわ、落下した時にさ、カビなんて貼ったらもう速攻手払ってくる。セーフ。あ、これもスライムだから。もうこれどうするの？ほんとね、ちょっと。なんか色っち、なんだ？なんだこれは？これはなんだ？こういうものなのか？まあ、蚊が飛んでたんだけど、今日の動画は多分ここら辺ハエかなんか蚊みたいに飛ぶけどみんな気にしないでしょ。これカビのせい絶対。普段飛んでないもの。待って、これちょっとカビてん、いや違う、茶色いラメなのかカビなのか分かんなくなってきた。あ、ここは緩くない、入れちゃったわよ放射水。オレンジとレモンも混ぜちゃいましょう。ここはね、あ、この子緩いわね。だからここに、ね、放射水足して、あのね、なんかたこ焼きやっててね、すごい楽しい気分なのにね、すごい怖い。うん、だってカビ触っちゃいそうで怖いじゃない。でこれ黒いのはこっちの黒が入ってきてるのね。でこれ多分放射水ちょっと足して、あら、いい感じのスライムになったじゃない。黒いスライムね、これも面白いわね。この子も調整していくわよ。次紫の子も、あーすごい綺麗、いいんじゃないかしら。そんな溶けてなかったのね。でこの子がちょっと溶けてるから、こうやって混ぜ混ぜすると、あー、スライムの復活、あら復活、あら、あなた仲良くしてね、ここでね、こうやって混ぜ混ぜしましょう。これもちょっと溶けてるわね。あ、ちょっと待って、あー、ここも外れちゃったわ。水の腐ったような、うん、匂いする。これ見た目だけじゃない、匂いまでしてきたわ。どれもスライムっぽくなったんじゃないかしら。もうどうする、触る？いやー、でもやばいわよね。緑は触りたくないわよ。いやー、でもやっぱり手袋しよう。でもガサガサなるじゃない、手袋すると。いやー、もう、やべ、これだってさ、ちょっと、うわ、あ、大丈夫かな。これちょっと一番怪しかったのよ。なのに一番最初に触っちゃったよ。だってさ、この黒い点あるの分かる？何これ、ほら、うわ、こんなパーツある？ないわよね。絶対カビじゃないの、あれ。もう私カビ触ったわ。でもなんやかんや、いいスライムになったんじゃない？ほら、大丈夫、素晴らしいスライム、カビなんてちっとも生えてないね。ほら、生えてないでしょ。大丈夫よ、綺麗な青いスライムだったわね。じゃあ次ここ入れて、で、じゃあまた青になっちゃうけどいいかしら。じゃあこれ水色かしらね。あら、とても綺麗じゃない？どうかしら。いいじゃないの、楽しんでてちょうだいね。大丈夫、カビなんてない、カビなんてない、大丈夫よ。紫のスライムも出来上がってるかしら。お、いいじゃない、どう。あら、とても綺麗。これすごい、なんかキラキラしてパーツ入って、ちょっとこだわりがあるじゃないの、いい感じね。じゃあ次はこっちのブルーのスライムを触っていく。黒くない？気のせいよ大丈夫大丈夫、隣の黒だ。待って、あなたちょっとくっついてくるわね。何、私と勝負したいのかしら。手が、手にくっつかない、手にくっつかない、手にくっつかない、スライムくるくるくる、はい、黒いスライム触っていくわよ。どう、どう、どんなパーツ入ってんのこれ。何のパーツかよくわからないけど、キラキラしたものがいっぱい入ったわね。紛れてカビなんて入ってない、大丈夫よ。結構ね、プルプルになってる感じの触り心地だったわね。で次はなんかすごいわね、あなたあなたすごいわね。ぎっしり入ってる。スライムを触ってんのかデコパーツ触ってんのかもうわからないぐらいデコパーツだらけだったわよ。黄色、オレンジ、スライム。お、いいんじゃない？これでぐるっと巻いたら、あらー、いいじゃないの。いい感じ、真ん中に置いときましょう。続いてのスライム、あ、ごめんなさい、ちょっと画面からそうになっちゃうんですが、こちらね、黄色、グリーンのスライム。これもね、お、
スライムとして。え、だいぶ復活してるわよね。超綺麗、超綺麗、超綺麗、超綺麗よ。あなた超綺麗。これ何色っていうのかしらね。ネズミ色？みんなこれ何色？面白いわね。で次がポイッと茶色いスライムよ。どうかしら。うん。うん、ビューティフォーよ。うん。そしてうわ、問題児来た、問題児。やばいって。大丈夫これ触って。ちょっとあれ、ちょっとこれも硬いわね。うん。何色？よくわかんない色。ちょっとね、固めになっちゃったね。うん。許してちょうだい。こんな感じ。これ何色？わかんない。お、ピンクやん。お、ピンクスライム。どうかしら。なんか、不思議なピンクね。オッケー。カラーになったわね。で、こちら。混ぜていこうかしら。どんなスライムになるか。いくわよ。3、2、1。あくしゃみとともにスライムが混ざり出したわよ。なんていうタイミングでさ、くしゃみしてんだよ。あー、緑のスライム触っちゃった。あー、緑のスライム触っちゃった。気のせい。カビなんてはずな。大丈夫。はい、ここで混ぜましょう。手で混ぜちゃう私のチャンネルは、やっぱり手で混ぜちゃうのよ。だってさ、レモさんが手袋、あ、待って、ちょっと待って、今スライム飛んだ。地面にスライム飛んだ。危ない。救出した。大丈夫、OK。セーフよ。3秒ルールよ。だって、レモさんがさ、手袋をしてながらスライム混ぜてたら、誰？レモさんじゃない、そんなの。ねえってなっちゃうじゃない？だからさ、やっぱり、わしづかみ、手でね、素手で混ぜたいのよ、私。ほら、ほら！ビューティフォー。スクリーンショットする、そこのあなた、今がベストショットです。ほら、見て、どう？ビューティフォーじゃない？どう？はい、オッケー、撮ったかしら。今、スクショタイムよ。なんで止まったんだろう。動画なんか、Wi-Fi 電波悪いのかなって思っちゃった子いるかもしれないけど、今のスクショタイムだからね。オッケーかしら、伸ばして。毎回ね、スクショタイムやるとね、DM でね、Twitter の DM でちゃんと送ってくれる子がいいね。優しいわね。ごめんなさい、今、ツバと思うんだわ。スライムツバ入りになっちゃった。レモンツバ入り。はい。汚らしいスライム。色も汚らしくなってきた。あー、色が、さっきがやっぱりね、スクショタイムって言った時が一番綺麗だったわね。はい。で、混ざっていくと、こういう感じの色になるわよー。これはいつも通りよー。頑張った。とにかくカビ触りまくった。グッドボタン、レンボちゃんによろしくお願いいたします。チャンネル登録どこなんだ、まだでしょー。チャンネル登録してやってちょうだいよー。チャンネル登録ポチッと。そしてね、2回押しちゃダメ。3回ならいい。1回ならいい。あ、登録してる子はもう解除したらダメよ。次の動画でも待ってるわよー。バイバーイ。あー、カビ触っちゃった、カビ触っちゃった、あー、カビ触っちゃった、早く手洗ってこい。私はレペシゲ大好き。レペ頑張れ最高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 。やばい。